アルファ DJ ソライです。メロジャム TV FF レコードキーパーやっていきたいと思います。今回もね、マルチ対戦やっていきたいと思います。今回は、バルト・アンデルス、これ行ってみたいと思います。2月14日前なんでね、早めにクリアしておきたいです。お、難易度はちょっと高めになってますね。報酬これ、お、ギザール野菜6000じゃないですか。これは欲しいっすね。リーダーも6000、リーダーでやりたいっすね。あ、普通の報酬何もらえるんだろう。アニマレンズでのレベル2が55個とかですね。力のオーブ、黒のオーブがですね、もらえて、まあ、ミスレルもゲットできると、これいいですね。弱点何でしょうか。お、元、なるほど、光か闇かですね。光も闇も僕強いんですよ。どうしよう、光、闇でいっちゃってもいいっすかね。闇がいいかな。闇でいこうかな。あー、どうしよう、光でいきましょうか。光だったらもう全列決めてます、オルランド。後列はラムズさんにしましょうか。ラムザさんはそんなマギアレベル高くないのかな。じゃあ、タクティクスパーティーでいっちゃいましょう。ラムザさんでいきます。で、オルランドの武器は、あ、これ正のあれを持ってるエクスカリバー、これでいいでしょう。で、防御は攻撃力が高いものにしましょうか。872、こっちですね。勝利、勝利のペンダントって何でしょうか。攻撃力30ですね。ここでいきましょう。アビリティは、あ、もうこれはエンハスレイドのみでもいいぐらいかな。これいいでしょう。覚醒奥義持ち、はい、紹介しましょうか。うちのオルナンドゥちゃん、覚醒奥義持ち、超絶持ち、バースト、オーバーフロー奥義持ちです。あー、どうしようかな。もう今の時代バーストはあんま使わないっちゃ使えない。これ結構いいんですよね。でも戦技でも開幕で覚醒奥義いくんで、これいいでしょう。多分ね、オルランドゥは全部確かコンプリートしてるんですよ。これでいきましょう。で、こっちも開幕で、持たせます。で、必殺技はですね、結構ゲットしてるんですよ。結構コンプリートしてるんじゃないかなと思うんですけど、これで超絶も2つ持ちですね。こっち、これ攻撃タイプかな。こっちがバフ系だったかな、まあ、こんな感じで扇持ちではありますので、これでいきましょうか。チェーン、開幕もチェーンでいきます。アサルトセーバーでいいですかね。まあ、一応なんかフルブレイクとかやってみますか。まあ、攻撃、お、これでいきましょうかね。攻撃強いものでいきましょう。こっちも攻撃にしましょうかね。で、マテリアもね、ほぼ持ってると思うんですけど、これでね、溜まってて、一旦なし。もう開幕速攻いける感じですね。これでいきましょうか。はい、オールランドとラムザのコンビでいきます。補修しましょうか、全国から。これちょっと、すぐ来てほしいですね。これちょっとシングルでやると、パーティー編成、正パーティーで組んだりするのちょっとめんどくさいかなっていうのあるんで、誰か来てほしいっすね。やっぱみんなクリアしてるんですかね、もう。まあ、時間帯にもよるのかもしれないですけど、意外とね、集まってくれてないな。高難易度の方行ってみましょうか。高難易度の方でまずちょっと様子見てみましょうかね。こっちの方から見てみましょうか。はい。おー、結構誰でも OK。ちょっとじゃあ募集させてください、僕に。集まってほしいですね。260だったらそんなに、まあ、強くはないと思うんでね。まあ、開幕やりますんで、まあ集まってほしいですね。まあ、さっき3組ぐらい普通に募集すぐ出てたんで、割と今この時間帯これ挑もうとしてる人はいるってちょっと思いましたね。リーダーやりたいですね。報酬これリーダーだと何なんですかね。あー、ギサール3000ですね。3000か。メンバーだと1000か。これでかいっすよね。もしもらえるとしたら。2000はでかいな。まあ、これまた運任せっちゃ運任せなんですけどね。
まあ、この僕のパーティー見てくれたら、あ、来た来た、あ、ラムザちゃんも来てくれてますね。彼は、あ、チェイン持ってますね。あ、チェイン使ってくれると思うんで、じゃあ僕、せいだったら、どうしようかな。あ、オベリアにしようかな。まず挨拶の方が大事ですね。よろしくと。で、僕はオベリアちゃんにします。そうなったら。あ、変えてきましたね。じゃあ僕もチェインにしましょうか。ラムザちゃんに。それならそれで。全然全然問題ないです。あ、覚醒持ってますもんね。これ覚醒せいなんですかね。ちょっと見てもらってもいいですかね。あ、あ、何これすごい。え、あ、回復系の覚醒持ってるんですね。あ、すごいすごいですね。この覚醒は、あ、すごいですね。覚醒2個持ちじゃないですか。すごいですね。D さん。じゃあ僕はチェインやりましょうかね。チェインやるぞと。チェイン。あ、僕やりましょうかね。ちょっとオベリアちゃんのね、ホーリージャーちょっと使ってみたかった、ホーリージャーちょっとバンバン行って、ちょっと様子見たかったのもあるんですけど、全然全然そこは、メバーさん優先にしたいと思って、僕はチェイン消します。まあ、オルランドがね、フルボッコスタイルやってくれると思うんで、よろしく、もう行っちゃいましょうかね。チェイン行くぜということで、よろしくお願いします。OK、行きましょう。まあ、彼な、もう覚醒あんだけ持ってる人は結構もう多分、もう安心して、一緒にやれるメンバーさんだと思いますんでね。スキルも高そうなんで、よろしくお願いします。もうこのまま、もう一回行きましょうか。チェーン行きます。チェーン行くぜと開幕。行きましょうかね。駆けつけ中ですね。はい。よろしくお願いします。フルボッコできますかね。このまあ、メンバー二人ですけど。まあ、ラインとそんなね、300とかいってるわけじゃないんで、安心でしょう。はい、もう、あ、やべやべやべ。オルランドちゃんも速攻発動しちゃうんでした。忘れてました。久々に使うからな、オルちゃんも。まあ、こんだけ、HP そんな高そうじゃないんで大丈夫でしょう。で、ラムザちゃんも、もう、やっちゃいます、もう、チェーンいっちゃいます。おーおーおお、アルテマ来た。おぉ、3000くらいでしたね。皆さんに力をって感じで、行きましょうか。行くぜ。うへへ、よろしくです。はい、僕の、はい、オルランドちゃんも頑張ってもらいましょうかね。オルちゃん、オルちゃんの、あれ、プロテグ、なんだそれ。プロテグですか。プロテグってなんだ。かっこいいっすね。さすがです、さすがです。さすがですよ。かっこいいですね。チェーンも稼いでくれますから。はい、エンハセレード、どんくらいいきますか。はい。はいはいはい、回復もしますよ。はい、エンハセレード安定の、まずは2回目ですね。3回目いきますかね。ルインが、ちょっとこれやばいんじゃないですか。アサルトセーバー。お、ちょっとラムザちゃん死んじゃうんじゃないですかね。大丈夫かな。おーおお、ラムズちゃんやばいんじゃないですか。これは、あ、フェニックス、あ、竜来た、あ、レナちゃんかもしかして。お、平成もかかる。あ、素晴らしい。これすごいな。はいはい、いきますよ。これすごいですよ。回復もしてくれますから、うちのオルちゃん。回復できるってのいいですよね。おー、3回来ました。でもちょっと完走してないんでね、ちょっとね。はい、行きますよ。お、全然食らわねえな。アルテマ来ました。アルテマ来ましたね。ミス。あー、すごい、魔法バリアってないですよね。素晴らしいです。はい、エンハスレイドやっぱいいっすよね。これいいっすよね。ちょっとラムザちゃんで、ちょっとあれやっちゃおうかな。フルブレイクやっちゃおうかな。あ、すごい。あ、すごい回復量ですね、これ。優秀ですね。あ、もう次で完走するな、これ。チェインも結構いい感じで溜まってきてるんで、フルブレイクが必要ないか。アサルトセーバーでいいかな。はい、アルテマ来ました。どんくらい食らうんだろう。余裕ですね。
奥義使いたかったけどなかった。またゲージが足りませんでした。ジャインハスレイド、おお、これすごいな、これすごい回復量だ。レナちゃんすごいな。はい、来ます。あれすごいな、全体回復だもんな。ですね、お疲れですね、お疲れです、ありがとうございます。いや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 、楽しかったです。やっぱね、もう自分が使わない技を使うっていうのはすごい勉強になりますからね。あ、見てて結構勉強になりますね。ありがとうございます。まあ難易度はね、260でしたっけ、まあ、それほどなびっくりするような。あ、ギルだ、ギル出した、ギルでした。まあ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 いいでしょう。ってことで低難易度の方ちょっとサクッと やりたいですね。220か、それはそんな強くないですね。マルチやりたいですね。ちょっとお野菜欲しいっすね。まあ最悪シングルでいっちゃうんですけど、誰か募集したらもうそれでもいっちゃいましょうかね。あ、もうそれでいっちゃいます。僕はもう、はい、チェーンいきます。チェーンやんなくていいかな、チェーンいくぜチェーンやっちゃいます、よろしくと。もしかして粘ってるんですかこれ。彼もうこれで2人で十分だと思うんですけどね。行きましょう、準備 OK、 もう行くぞって。もう煽っちゃっていいですかね。煽ってきた、来た、ちょっと煽り運転しちゃいましたね、煽り運転しちゃいました。まあ事故にならないんで大丈夫です。瞬殺で僕殺すんで待っててください。よし、行きますよ。でも僕もちょっとね、リルムちゃん育てたいんですよね。あ、もう続行いっちゃいますね、続行いっちゃいます。はい、もう速攻いっちゃいます。チェインはまた待ちません、もう完走しない、してないけど関係ないです。もう速攻いっちゃいます。それより次のもう覚醒このまま状態になって、その間にもうチェイン入ってて、もうその間にもうエンハスレイドぶち込みたいです。さあ皆さん力を出していきましょうか。挨拶代わりです。また皆さんよろしくと感じましょうか。いいね、ありがとうございます。いいねいただきました、ありがとうございます。アルデマ、アルデマ来ました。これ余裕でしょ、2000。はい、これどんなやつだ。あ、これ初めて見る。あ、これあれじゃないですか、バルアリマンダが突っ立ってるところじゃないですか。おー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 おお、かっこいい。これひょっとして新作のこれ覚醒奥義ですか、もしかして。かっこいい、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。あ、3段階アップ。あ、もう氷と聖の覚醒奥義。あ、もうやばいな、セリスさんやばいっすね。セリス、僕バーストしか持ってないんですよね。はい、アサルでいきます。スモックにします。オールの強いところはスピードめっちゃ速いんですよ。はい、もうすごいですよね、このスピードが強いんですよ。オールには、オールがね、もうちょっとね、オールまとい系のなんか欲しいですよね。聖まとい、闇まとい、超絶とかプラス追撃系とかなんかいろいろ欲しいですね。それかあのクラウドが持ってるような限界突破機能付きのやつとか、もしもぶっ壊れすぎちゃうかもしれないんですけど、フラグメントですね、ありがとうございます。まあいいでしょう、報酬を無事ゲットできました。楽しかったですね、割とリルムさん、まあ、やっぱ鍛えたいですね、超絶欲しいですし、まああれですね、セリスさんの覚醒奥義見れたのが結構かっこよかったですね。バルト・アンデルス戦ですね、これでも160と220の難易度、メツプラ・キョウプラクリアで無事できました。メロジャム TV FF レコリーキーパー、今回これでおしまいです。よかったら、高評価、コメントいただけたら嬉しいです。あとチャンネル登録してくれるとすごい嬉しいので、これからも、配信頑張っていきたいと思います。 DJ ソアライズでした、ありがとうございます。